藤崎八編宮は、熊本県熊本市中央区にある神社である。旧社格は、国兵商社。熊本市域の総鎮守として、信仰を集める。王神天皇を主催神とし、神宮古豪、住吉三神を愛とのに祀る。社名は、旗ではなく、変と書く。これは、天文11年の五奈良天皇神筆の直学に、基づくものである。上平五年。 直願いにより、藤原住友の乱の追悼と九州鎮護のために、国府の所在地であった宮崎省の茶臼山に、岩清水、八幡宮から感情を受けて創建された。九州の岩清水後処別宮の一社である。鎮座の時、直子が、馬の鞭としていた岩清水の藤の枝を地面に、刺したところ、目を吹き枝葉が生いたので、藤崎を社名としたという伝承がある。 国府や渡具として国史や朝廷の数計を受けた。鎌倉時代以降は歴代領主の数計を受け、江戸時代には熊本城の鎮守者とされた。明治10年、西南戦争で社殿を消失し、現社地に移転して復興した。大正4年、国平商社に列格した。熊本市民に親しまれている熊本市のお祭りである。 熊本県の歴史研究家の鈴木隆は以下の説を唱えている。熊本市中心市街地に位置するため、この他にも他の路線が利用できるバス停がいくつかある。車伝側より国道3号線方向。鳥居奥が藤崎宮前駅の駅ビル。右が福岡方向。左が鹿児島方向。岩清水、八幡宮の祭人とは中午前。 本田は家の命西午前姫大臣東午前、沖縄大姫命と一部異なっている。また、鈴木隆氏は、当時の勢力や付随する社辞などにより、宇佐八万宮から分霊されたと考えている。上下官、ホイ、作品復刻大正5年間、後藤忠山、青潮社館などあり。肥後学講座 P182 熊日出版2006。 ISBN 978から4から877552312、鈴木隆藤崎八幡宮の歴史 p 店熊本市の指定文化財等、ありがとうございます。